その時、私の頭の中には一つの記憶が浮かんでいた。人が死の淵に足を踏み込んだ時、それまでの人生の記憶がたくさん思い出されるという話を聞いたことがある。でも、私の頭の中に浮かんでいるのは、たった一つの出来事だけだった。まだ、母さんが生きていた頃の記憶だ。私は尋ねた。世界が終わるのと、自分が死ぬの。何が違いがあるの？と、世界というものは、私が認識して初めて私にとって世界になる。私が死ねば私が見ている世界もおしまい。私が死ねば私は世界が見られない。だからそれは世界の死と同じなのでは、と、そう尋ねる私に母さんは言った。母さんが死んでもその思い出はドロシーの中で生きてる。父さんの思い出も母さんの中で生きてる。自分が死んでも命はそこで終わりじゃないんだよ。決して見えずとも続いていくものが確かにある。世界はそうして自分が消えた後も続いていくんだ。と、母さんの言うことが本当なら、私の命も誰かの中で生き続ける。きっと無駄じゃない。ドロシー、頑張って。最悪の神は笑わない。この身は常に勝利する。上々の戦士となりて平定をなす。我が道の行く先には栄光を、その背には屍を。あらゆる剣も槍も彼を貫くことはない。上昇の戦士の名はキリト。なんだ、あの小娘、何を。この祈りでかの者は守護を得る。最悪の神は笑わない。かの者は常に勝利する。システムコール。心の力を信じたいお前に、この一撃は重いぞ。受け取れ、ガブリエル。キリト、友達になってくれてありがとう。ここは？ようやくこっちに来てくれたのね、ゲイブ。アリシア、アリー、なんだ、そんなところにいたのか。これからはずっと一緒なんだから、さあ、行きましょう。行くって、どこにだい？ダメだよ、私にはまだやるべきことがあるんだ。アリシア、話せ、話すんだ。ダメよ、ゲイブ。これからずっと続くの。あなたは永遠に恐怖だけを感じ続けるのよ。あなたが私たちに与えたような死の恐怖を。やめろ、アナさん、やめろ。来てくれ、クリッター。起きろ、バサゴ。
やめろ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 。こっちこっち。遅いわよ。まったく。集合時間決めたのあんたでしょ。悪い。早めに来るつもりだったんだ。本当に。お兄ちゃん、今日が楽しみすぎて寝られなかったんだって。あたしが起こさなかったらきっとまだ夢の中だよ。キリト、あんた完璧に遠足前の子供ね。気持ちはわかりますけどね。アンダーワールドの時間は当倍にしてもらいましたけど、それでも久しぶりになりますし。いや、もうすごい緊張してきた。アスナ、俺服とか変じゃないか？大丈夫かな？私と会う時はそこまで服気にしてないよね。いや、だってユージオがさ。出た、キリトの口癖、ユージオ。それに他のみんなも。ドロシーたちはこういう格好初めて見るだろ。変だと思われるかな。ああ緊張する。アリスは後で来るんだっけ？キリトの家に宅配便で逃避行事件を起こしてから少しは外に出してもらえるようになったんでしょ？あの事件はヤバかった。今だと笑い話になるけどな。それ話してやろうぜ。ヒュージオ多分腹抱えて笑うよ。後でアリスさんに怒られるよ。もうすぐ時間ですよ。あ、本当だ。パパ、外部から操作完了しました。イエイ、ありがとう。時間はどうだ？そちらとアンダーワールドとの接続まであと10秒です。カウント開始します。リンクスタート。